なんか、NHK の100分で名著という番組が物議を醸してるみたい。なぜ物議を醸しているのか。それは番組のセットに、統一教会創始者である文鮮明の自叙伝、平和を愛する世界人としてが配置されているという情報がネットで拡散されちゃったからみたい。では、そんな NHK の100分で名著をめぐるツイートを見てみて。サリーニュージーランド。 NHK の100分で名著という番組、司会者の真後ろど真ん中に文鮮明の自叙伝、平和を愛する世界人としてを配置していることが全てを物語っている記号。別の回ではなんと2箇所に置かれている同じ本ことも判明。これでたまたまなんて言い訳は許されない。ムンゼツウサちゃん、すごい。よく見つけましたね。適当に本屋に持ってこさせてディスプレイさせるとしても、この本をあえてチョイスはしない。番組スタッフ全体が来るとは思いませんが、中に信者が審判が入り込んでいるのかと。すみません。私が見つけたのではなく、拾い画像です。ちょっと前に話題になっていたので、探して見つけました。コラでは、と思ったんですが、動画でも確認できるので確定ですね。たまたまのチョイスはありえないし、このど真ん中配置もあからさますぎでは。シナモン。これは本当ですかい？コラージュではなくて。事実でした。NHK も認めていました。2013年4月から2014年8月にかけ、MC の背後のセットに問題の教祖本が並べられていた。当初、県の教祖本は、2箇所に陳列されていたことが分かっている。鈴木エイトさんが、2015年 NHK に確認されています。信憑性を疑う方は、こちらをご確認ください。これ、過去のことだけれど本当みたいだね。もしかすると、NHK の中に統一教会の信者がいて、あえてこのようなことをやったのかな。ネットでは、怖い。好きな番組だっただけに、ショック大きいです。もう見たくなくなりました。100分で洗脳。サブリミナル効果もありそう。これ、サブリミナルですよね。100分で名著の中に紛れ込ませて、名著として無意識にすり込ませる。これにはびっくり。信者が潜り込んでいること、決定。これは、制作グループ内に教会支持者がいて、おそらく教会の誰かに送ったサインでしょう。ある仕草だったり、小道具だったりと様々ですが、こういうサインを送る遊びは、業界内ではよくやられてます。教会内では、これを PR に利用したはず。NHK は、その利益誘導をしてたことになるね。こんな本があること自体知りませんでした。ディスプレイするのは異常。政界のみならず、放送界まで統一教会が入り込んでいる日本って気持ち悪くないですか？この番組案外好きで見てる。やはり、原理研が入ってるんだなと思う。大越キャスターもそうらしい情報もあるし。伊集院光さんかわいそう。まさに、日本放送統一教会。このツイートまた見たら、受信料払うの嫌になってきた。よっぽどじゃないと購入しない本。いや、これは、深部まで入り込んでいるわ、などと多くの人が NHK に対し不信感を爆発させてるみたい。なんだか統一教会の問題、与野党を含む政治家のつながりだけではなく、もしかするとマスコミ関係者にも浸透してる可能性もあるような気がしちゃうよね。これはあくまでもゆるパンダの憶測だけれど、テレビの過剰な韓国ご利用しや反日の動き、もしかすると、統一教会が絡んでいたりして。まあさすがに考えすぎか。しかし、統一教会の問題が日に日に大きく広がっていく状況を見てると、なんだか恐ろしくなるよね。この先どうなるんだろう。